それでは第19試合女子フェザー級ワンマッチ62キロ以下シャンヨタ VS サーチム戦に出場されるサーチム選手にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ明日、はい、ブレイキングダウン6本戦が迫ってますが、早いですね。早いですか、うん、あっという間でした。もう本番まで練習とかは、練習は私ちょっとバーでも働いてたりするんですけど、はい、もう出勤しながらそのまま朝行ったりとか昼行ったりとか、けどもう2日酔いながらめっちゃ行ってました。ちゃんと毎日毎日行ってました。練習されてたんですね、はい、今回対戦相手のサンユタ選手がプロレスラーなんですけど、はい、作戦は練りましたか、はい、けど多分相手って多分プロレスラーって多分打撃とかで多分やってないですよね。なんか投げたりとか、うん、おいとか押し飛ばしたりとか多分そっち系だと思うんで、多分ボディは多分強いと思うんですけど、多分顔面とかは多分殴られるの多分慣れてないんじゃないかなと思って。あ、もうじゃあ顔面そういっちゃうですね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。最後に明日の意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、明日はちゃんよたちゃん、いやメスゴリラ、お前絶対ぶっ飛ばすから覚えとけよ。それだけです。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。